こんにちは、仰天ゆりなです。イエーイ。はい、というわけで、まあ、レッスン終わってちょっと時間が経って、あの子でめちゃくちゃ空いてて超眠いなんで、ちょっと一服寝ようかなって思ってます。寝る前に、もう今日はね、この時間しかショールームができないので、今日波動なんでショールームができないのでやってちょっと寝ようかなと思って。昨日もね、眠すぎてね、寝たのめっちゃ早いんよ。23時過ぎぐらいに寝ました。24時前にはもう寝ちゃって、あ、24時前に寝てますね私。ね、6時半ぐらいにね起きてます。なんか本当は7時ぐらいまで寝る予定だったんですけど、なんか最近睡眠時間短いの普通すぎて、今日6時間くらいで起きちゃうんですよね。なんか最近睡眠時間がさ、3時間4時間とかさ、寝ても5時間とかだったからさ、久しぶりにこんだけ睡眠取れるってなってもさ、体がさ勝手にさパッて起きちゃってさ、時間ってなるのね。で時計見るじゃん、あーまだいけるわってなるじゃん。でまた寝るんだけどさ、おう、ご飯もしたら起きちゃうのさ。でもいいから起きようと思って、なんか最近毎日睡眠不足癖になっちゃってて、もダメだわ。そうだからすごい、でもなんかそんなさ、睡眠時間4時間5時間のさ習慣ついても嬉しくないんだよね。だって睡眠不足じゃんそれ。普通に寝れるのに、寝れる時寝とかないとさ、寝れない時ほんと寝れないからさ、ちょっとでも回復のために寝てくれと思うんだけど、習慣づいてさバッて起きちゃうんだよね。ほんと嫌になっちゃうわ。超眠いもんだって今超眠いもんだって今。波動が眠たくなっちゃう。寝てくれって思うけど、自分でもほんと寝れないけど、車とかってほんと寝れるよね。車とかさ、やっぱね揺れがいいんだろうね、ガタンガタンって。寝ちゃう。何にもないところでさこう寝るのってさ結構難しいんだけどさ、ガタンガタンってなってる時のさ揺れはさ本当にさいい気持ちって感じだよね。思ったら眠い時車運転ってマジ怖いね。絶対寝ちゃうさ、ダメじゃん絶対寝ちゃダメじゃん。だからさあ、そんなことしたらさ死んじゃうからさ、死んじゃうよね
前もここ最近マジ眠すぎて眠たそうな配信しかしてないな。いやでも昨日元気だったからな、昨日元気いっぱい配信したから許してもらおう。マジ何、なんかさこのあとさお昼ご飯買って食べよっかなとか思うんだけど、そんなことしたらさ余計寝ちゃう。でもお腹空いてない全然朝食べたから。お腹空いてないのに最近めっちゃ食べちゃうんだよね。そしてさお腹空いてないけどちょっと軽くなんか食べようと思ってちょっと軽くなんか食べるじゃん。そしたら食欲のスイッチ入っちゃってさめっちゃ食べちゃうんだよ。いろんなものいっぱいいっぱい食べちゃうから、このお腹空いてないのでキープしないと一口何かを食べるとあのブレーキ外れちゃってずっと食べちゃうの。めっちゃ食べちゃう、いっぱい食べちゃう。だからあっち行ったらお弁当あるからお弁当待つか。今日はチョコレートとグミを持ってきたからそれで食いつないで寝る。食欲はないのよ、お腹空いてないの。お腹空いてないけどなんか食べないとだなと思って食べるとあのすごい食べちゃうから本当にダメなんだけど、本当に本当に痩せろって感じ本当に痩せるよマジでってな。本当に思うけどマジ痩せんな。やばい、なんか周りがどんどん今さ痩せてるからさやばい。自分のデブ作品がほんとよく目立つすぎてちょっと恥ずかしい。でももう痩せようと思っても痩せらんなくなっちゃったのがほんとやばい。どうやって痩せるんだって。あ、眠いからね。確かにカフェオレとか買ってこようかな。カフェオレスーパーで、スーパーちゃうわなんだっけコンビニで、カフェオレ。ブラック飲めないもんだって。カフェオレ。目閉じてて全然困ってて後でお台場でお会いしましょうなんて。待ってます。イエーイ。あやねさんみたいな骨格の人には勝てないよねなんて。勝てないよ、あんな骨の作りちゃうのに勝てるわけないやんあれは勝てないよ。あんな一番可愛いやん。ちっちゃくて身長もちっちゃいしさ骨も細いからさ本当にザ女の子って感じだ。小動物系女子一番人気でそう男の子に。スタバだったら今なんだろう。私最近ねあったかいんとかだとさあのキャラメルマキアートカフェモカみたいなよく飲むよ。あったかいんだとね。なんか最近地味に寒かったりしたじゃん時とか。でも基本は新作か
あれ、ダークモカチップフラペチーノ。カフェオレって胃に優しいんだ。そうなんだ。知らなかった。そうだよ。姉ちゃん細いよね。どんどん痩せてってるもんね、姉ちゃんの場合。細いよね、細くなりたいけど無理。もうユリナ多分一番細くて、あんな先生の時があれが限界だわ多分。かコロナの時 コロナは10日間マジでろくにご飯食べてなかったから、ほんとゼリーも1パック10秒チャージとかのやつが1パック飲めなかったから、もうそれ10日間やってたらそれはまあ痩せるよなっていうぐらい落ちたけど、もう体も一回りぐらいちっちゃくなったけど、もうあれが限界よ。10日間ほとんど食べてなくてずっと一日中寝てた。でもあれだったからね。で逆にまあ1日1食ぐらい夜めっちゃ食べて、でも一日もうバカみたいに運動して痩せて、アンナ先生の時だから、コロナの時は不健康な細さで、アンナ先生の時は動きすぎて消費しすぎて細かったんです。そうでもどんだけ頑張っても骨が太いから、もうあれ以上は細くならんよ。もうそしたらいいの、ほんとミイラになったらあやねみたいな骨格になれるかもしれんけど、でももう骨が太いし、うちもともと筋肉質だから、筋肉がすごいあるから、足とか、ちょっと無理。ああいう小動物系女子にはちょっとならんね。どっちかっていうとガンダムだから、骨格ガンダムだからさ、ジャルジャンジャンチャンチャンって感じ。だからよくファンの人にステージ上で見てるとさ、でかいって言われるんだよね。その身長が私より高い、骨が細い華奢な子と、私の方が身長ちょっと2センチ1センチ低くて、だけどって比べると私の方がでかいって言われるんだよね、どうしても。まあそれはもう骨が太いから問題であって。そうそう、でもでかいからこそやっぱり後ろに下げられるのはよくあるかもね。昔からそうだけど、ポジションもまあ、それだけじゃないかもしれないけど、普通に結構やっぱ後列で踊ること多かったからね。怪我とかで休みとかあんまない。いや怪我で休んだことないわ一回も。もはや休んだこと一回もないわ AKB の仕事。10年体調不良で不参加はないですからね。あ、腰痛はね、一時期本当に腰痛ひどくて、なんかベッドから起き上がれない時期もありました。こう朝起きようと思ったらもう腰が痛すぎて、マジでベッドから起き上がれなくて、なんか電車とかも30分とかの移動とか座れない時とかあるじゃん、もう苦痛で苦痛で。結構やばい時、一時期めちゃくちゃやばかったです、腰が。本当に信じられないぐらい、なんか反り腰なんですよね私。それが原因でめちゃくちゃ忙しくてパフォーマンスしすぎてた時、無意識に反っちゃっててっていうので、めっちゃ腰痛やばかった時期はありましたね。あれ本当きつかったわ。
私さ、腰痛がしんどかった時の、私ロフトベッドなんですよ。だからロフトベッドに登るのがしんどくてさ、高いじゃん。うちのこのロフトベッドって腰ぐらいあんの、高さがね、地面から。だからさ、それがさ、本当にさ、痛ぇってなってた、登る時。そう、あれがね、ロフトベッドのね、欠点だったな。下に物を収納できるのは最高だったんだけど、なんか登れないんだけどっつって、でも下で寝るとさ、フローリングで寝るとさ、それはそれで腰痛いじゃん。だからちゃんとやっぱマット敷いてるところで寝ないとさ、ダメだから、もう本当に悲しくなっちゃうね。でも確かに暑いっちゃ暑いかもしんないけど、どうなんだろう、あんま分かんないな。でもゆいな、寝るところがエアコンがね、思いっきりこう直で当たるから、逆に寒いかもしんない、夏は。そう、直当たりするんですよ、場所的に。そう、だから暑くはないかも、結構。うん、割とね、ほぼ直だから、なんかこう、なんだっけ、風向とかっていうのは結構気をつけてたりとか、マスクしたりとか、水蒸気加湿器かとか炊いたりとかして結構やってた。時間は全然余裕なんですよ。超ある。いや、練習しろって話なんだけど、もちろん歌え。さっきちょっとやってたんですよね。でも集中力なさすぎて全然覚えられん。お昼寝する、するする。とりあえずコンビニ行って、ちょっとお腹空いたからちょっと食べて寝る。今日波動だからさ、みんな波動ある人は遊びに来てね。ラストか。前回マジでラストだと思ってさ、すっごいラストラストって言ってさ、ラストのコメントまで取ったのにさ、ラストちゃうんかいってなってさ、なんでねんってなってさ、泳いってなったよね。すっごい、もうラストだと思ってたんだって。今日のことなんて聞いてなかったもん。いや、ラストちゃんかい、泳い泳いってどこってなった。うん、ツイッターで知ったもんね。ツイッターで、いや僕出るんかいって。そうだよ、ラストだから負けてないのに罰ゲームまでさせられたって。意味のわからんことまでさせられたのに、おいおいって、そんなことあるかいって。
今日も罰ゲームとか本当やめてほしい、マジで。お前きつい。もういいってってなる。罰ゲームばっかりいいって。しかも今日さ長いじゃん。だからさ絶対眠くなるよね。マジ寝ないと絶対寝る途中で。しかも今眠いからさ、またさエルユコさんにさ振られてもさ、マジ何言ってんのか分かんない感想しか言えない気がする。マジで頭回ってないから余計に何言ってんのか分かんない。なんか喋ってる途中で質問忘れるもん、いつも。何に対して喋るんだっけ、マジ。いつも着地がこけてる。ねえ、やばいよね。まあそんな感じでエナジーみんなよろしくね。じゃあランキング読む。今日髪型どうしよう。もう前回も決まってなくてさ、メイクさんに決めてもらった。今日何しよっかな、マジ困るな。じゃあちょっとランキング読んじゃうよ。あ、これだ。ランキングの見方ぐらい覚えろ。もう何回間違えてんねん。13位マックスエイトさん、12位小吉さん、11位菅さん、あの応援しに行くよファイトだって、ありがとう、嬉しい。そして10位ヤングさん、駅で泣く、なくしたカタログとグッズ見つけてよかった。あー見つけたの、よかった、ありがとう、嬉しい。9位秋彦さん、8位まゆちゃん、7位まぼろしさん、6位にきょうさん、ハド応援しに行くって待ってます。5位レンケースケーセピンピンアン12さん、4位秀幸さん、握手会幸せでした、どうかしら大好きやって、ありがとう、嬉しい。3位前松さん、最後の肌をしっかりと目に焼き付けねえなって頑張ります。2位岡山さん、トレーラーでティータイム2だって、トレーラー行ってんの。そして1位はメトポリさん、2度会うことは3度会うかもだって、いやもういいって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 言って言って。はい、じゃあそんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日の配信、明日って何、28か。明日も仕事終わってちょっと自主練するから、その自主練するときにまたここで配信する。時間は分かんない。よろしく。じゃあそんなわけでみんな波動でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ、またねー。